こんにちは。さあ今日は大好評企画、豊さんの発掘シリーズ、はい、来ました。前回はカープの3選手、ね、はい、お待たせしました。カープファンの皆さん、もう活躍待ってますよ。そうですね、3選手のもう素晴らしい選手なんでね。そうですよね。まあ、阪神から広島へ、はい、で今日は、今日はそのバトンが東京です。おヤクルトスワローズの2選手を紹介します。ヤクルトが今沈んでるからさ、チャンスあるかなと思ってさ、はい、なんか起爆剤として入れてみたらみたいな。そうです。なので入れてみました。はい、今日は外野手入れてみたらって一軍のメンバーにだよ。あ、そっちに。そうこのラインナップにかと思いました。まあまあでもね、はい、それにふさわしい、はい、まあ、2名を紹介するけども。そうなんです。一、はい、人目は外野手の澤井蓮選手、はい、昨年のドラフト3位、はい、で、中京大中京高等学校から中京大学に行っているんですけれども、もともとは小学6年生の時に中日ドラゴンズジュニアに選出されて、はい、高校時代は31本塁打、はい、で1学年上に中日の岡井選手、はい、2学年下に高橋宏斗投手と、はい、巨人の中山ライト選手がいたというところ、はい、で中京大学に進学して1年春からベンチ入り、はい、で肉体改造に取り組むと。いい体してるもんな。そうなんですよね。で3年秋のリーグ戦ではサヨナラホームラン2本を放つ活躍でチームの優勝に貢献して MVP を受賞、はい、でヤクルトに昨シーズンドラフト3位で入ってきたというところで、うん、今は、今シーズン3試合だけ1軍の試合出て、まだヒットはなくて打点が1だけついています。でファームでの現在の成績が打率2割6分3厘5本の本、ホームラン、うん、26安打と19打点。パワフルだよな、はい、軸がね本当にぶれないんだよ、うん、でスッと構えて足出してパーンって払って、はい、かっこつけてパッとパーンって投げちゃうんだけど、はい、でもやっぱこう軸がやっぱしっかりしてるから、うん、打てないわけがないよね。お力もあるし、はい、そういう意味では出てくるのが早いのかなと思うよ。高津監督は、じゃあこの、澤井選手を、はい、例えば一軍に上がってきて将来的にどういうふうな選手に育てたいのかなっていう。大きく言うと、うん、左の山田みたいな、そんな感じの選手になってもらいたいというふうな願いはあるんじゃない、うん、ポジション的には外野手だから、はい、左投げ、左打ちでね、うん、でバッティングはやっぱそこそこいいと思うよ。あ、やっぱり見ててもセンスみたいな。まああるある、うん、はい、でパワフルだしね、はい、結構慣れてきたら打つんじゃないかなっていうような感じがする。まあ、ファームでもね一応ね成績今出してますし、うん、それとねボールをこう変化球の時に拾うようなこともできるしね、はい、だからその非常に柔らかさも兼ね備わってるし、はい、我慢すれば育つかなっていうのがあるんですよ。2軍でじっくりとというよりかはその一軍でちょっと経験させつつの方がいいんですかね、タイプ的には。この手のタイプっていうのは、はい、話したことないからわからないけども、二軍だったら二軍に染まりそうな感じがするんだよ。抜擢して一軍の環境に入れちゃうと、うん、一軍の環境が当たり前になっちゃう、はい、ピッチャーのレベルが当たり前になっちゃうから、うん、そのレベルに達するという、はい、だから2軍がいくら良くても1軍に上げると1軍に慣れるまで時間があるから、それまで待ってくれるかなっていう感じがするんだよ。どのレベルでもできると思うけど、はい、早くその環境を上げないと染まってしまう感じがする。俺はなんかそんな感じがする。そしたら上でも、あ、上はこういうピッチャーが来るんだって、はい、それに慣れなきゃと思って、はい、慣れていくタイプ。だから2軍から1軍に上がって結果を出すまでに2軍に慣れちゃうと時間がかかるということ。1軍に慣れるまでに、慣れるまでに2軍が染みついてしまうということですね。そうそうそう、うん、2軍のレベルが染みつくという、はい、1軍だったら1軍のレベルに俺は適応してくると思う、この子は。あ、じゃあやっぱり早く上げて、早く慣れさせるように上げて使った方がいいですね。まあ、それもチャンスをつかむのも自分がねファームで打ちまくって、うん、そのチャンスをつかまなきゃいけないとは思うけども、うん、なんか俺はそう感じる、見た感じで。まあ、ポジションが外野手なので、今チーム事情が苦しいヤクルト、どうですか外野手で。まあサンタナいて、はい、塩見選手いて、まあレフトでもいいんじゃない。
起爆剤として行ったかみたいな、はい、そんな感じでもいいような気はするけどね。うん、そのぐらいのはちょっと魅力はあるよ、バッティングに。バッティングに、うん、守備がどのぐらいできるかっていうのはちょっと見てみなきゃわからないけども、はい、バッティングを見た限りでは、はい、やっぱこう環境に慣れさすと早いなっていうのは思う。はい、お、今シーズン、まあ、3試合だけ1軍で試合出てますけれども、このあと今シーズン中にちょっと見られるっていうこと、可能性は、まあ、あるよね。ありますかね。ただその3試合だけでファームに帰って、いや1軍のレベルはここだからこういうふうにやらなきゃいけないっていうタイプには見えないんだよね。うん、やっぱり2軍はこのレベルだからこうやって打てばいいみたいな、1軍はもっとこうしなきゃいけないっていうのを早くつかませてあげた方がいい。ああ、そういう選手なんですね。うん、なんかそんな感じがするんだよ。どこでも順応しそうな感じ。器用ですね。もうね、下手くそだったら下手くそに慣れちゃったりとかする、そういうタイプの選手っているんだよ。カメレオンみたいな。あ、すごいですね。逆に、いやだからもう一軍にいてカメレオンにしなきゃ、ね、一軍の色に染めた方が早いですね。染めた方が俺は絶対騒いっていうのは早いと思う。おー、だ、見てみたいですね。うん、早くその活躍を。はい、さあ、そしてヤクルト、続いては橋本誠也捕手、はい、去年の育成ドラフトの1位です、はい、広告高校出身、2年生の時に8番キャッチャーで夏の府大会デビューを果たして、打率が3割7分5厘、勝ち進んだんですが、準々決勝で根尾選手、藤原選手擁する大阪桐蔭に敗れてベスト8に終わりました、はい、で中央学院大学に進学して通算23試合に出場、打率2割並ぶ8厘、22安打4本塁打18打点の成績を残し、うん、ヤクルトにドラフト1位で去年指名されるというところで、はい、大学では通算4本塁打、一応強肩強打の4番捕手というふうには一応は出てるんですが、バッティングがいい。あ、バッティングいい、はい、バッティングがいいよ。 また左なんだよ。はい、左多いなお前。いや今ね、本当にこのお子さんたち、うん、右で打てるようにしたらドラフトに早いよ。あ、一時期と逆転ですか。もうね、左ばっかりだもん。だけどいい、橋本は。お、どこが、どこら辺が。やっぱりこう柔軟性があるということだよね、うん、やっぱりね、見ててね、カチカチじゃね打てないんだよ、はい、でもやっぱりそこに柔軟性を伴ってくると非常にいいよね。あ、うん、でキャッチャーとしてはそのリード面っていうのは見たことないけども、うん、フットワークを教えるといいよね。フットワーク、はい、うん、早急にしてもそうだけども、うん、まあ、1.9 っていうタイマーあるだろうけどもね、多分それより多少遅いよ、はい、そういうタイムって大体一番早いタイムを書くから、いい時とそうですね、身長と同じですよね。だ、うん、だから2ぐらいはかかると思う、はい、2から2ってちょっとね、うん、それはね、ステップで治るから。お、フットワークで治る、はい、うん、フットワークを教えてあげるといいキャッチャーになる。キャッチャーいらないだろう。あの、いいキャッチャーが、ヤクルトいいキャッチャーいっぱいいるよ。ただでもそれでも育成ドラフト1位で取ってるっていうことはやっぱり魅力ある。いや、魅力はあるよ、ことですよね。いや多分ね、キャッチャーとしての魅力っていうよりもバッティングとしての魅力で取ってると思う。あの、この選手はあのファームでの今成績なんですけれども、打率が2割8分1厘、これイースタンで7位です、はいはいはい、でホームランも2本、安打32、やっぱいいですか。いや、いいよ、うん、柔軟性があるし、なんか広角に打てるし、コンパクトに振るときと大きく振るときっていうのもあるし、だから意外とセンスを感じるよね。今意外とっていうかセンスを感じる、うん、センスがいいよ。これキャッチャーが激しい争いの中でどうやって抜けていくんですか。だからまあ他コンバートも考えてもいいよね。キャッチャーやるよりはコンバートした方が早道だと思う。どこコンバート。いや、あのね、キャッチャーで出てくるっていうのは大変だから、はい、やっぱスローイングでもまだまだだし、そのフットワークも含めて、まあリード面はちょっとわからないけども、この選手はキャッチャーをやりながら6番とか打てるバッターだよね。おぐらいにはなってくると思うよ、バッティングだけを考えると。はい、盗塁も2ぐらいしてるんでしょ。そうですね、まあ、足も使えるってなると野手でもいいよねっていうような感じになるよね。いやでも野手もいるからな、ヤクルトは。他にもですね、ほんといいのいるから。でこの中で競争勝ち抜くっていくっていうのは、いや大変なことだよ、ね、うん、だけどなんかすごくやっぱ魅力はあるよね、この選手も。まあ、ヤクルトのね、その豊富ないるキャッチャーの中でもさらにキャッチャーで取ったっていうところはやっぱりそれだけのものを持ってるっていうふうに。でもね、内山も古賀も松本もバッティングが良くなってるよ、お前、体もでかくなってきてるし
やっぱコンバートの大変だよ。どうやって出ていけば、本人はどうしたらって感情なんですかね。中村なんか FA で多分出ていかないだろうしね。いかないでしょ、取ったとしても。このバッティングを生かすんだったらやっぱ早めのコンバートがいいよな。そうですよね。でもキャッチャーとして、まあ、あんまりねじっくりは見てないから、はい、育ちそうだったら育てた方がいいし、うん、で内山をコンバートしてみたいな。ああ外野手だったりとか、うん、いやいい選手はいるわ、いますね、ヤクルトは。そうですね、その中でやっぱ勝ち抜いていかなきゃいけない、うん、勝ち取っていかなきゃいけないと思うと、やっぱ相当なものがないと無理やよ。そうですよね。でもチャンスはあるな。沢井廉もそうだし、うん、橋本誠也も、はい、チャンスがあるよ、うん、いやそのぐらい魅力のある選手たちで。そうですよね、うん、まあ、このチャンスをものにしてなんとかね一軍で頑張って活躍している姿、ここで紹介したのでね、よりなんかそういう気持ちになる。ここで紹介した人は、うん、絶対なんかこう活躍していくっていう風な、はい、ジンクスになればいいの。そういいですよね。こっちも嬉しいし、こう見てる人も誰を取り上げるんだろうとかね。で取り上げられた選手も、あ僕いけるんだって言っとくぞ、うん、俺予想は外すけど、うん、選手はちゃんとしっかり見てるからそうです、予想はね、予想はあの水物だったりするので、そうだ、そうそうそう、しょうがないんですけど、やっぱ選手はね、うん、いいものを持ってる選手っていうのはどんどんこれからもピックアップしていきたいので、もちろんあのコメント欄でもこの選手取り上げてくださいっていうあのファンの方のコメントありましたら取り上げますし、あのお互い大学でしょ、はい、で地方から出てきてるよね、はい、言っとくよ、うん、3年遊ぶな、うん、3年本当にバットを振り続けて野球のことしか考えるな、うん、そしたらレギュラーになるよ、3年頑張れば、うん、でも東京という街は誘惑がいっぱいだから、はい、ありますね、うん、金を持って外に出ると誘惑はたくさん買えるから、はい、やめとけ。そうですね、あの戸田にいると思うので、うん、戸田でとどまっておくってことですね、埼玉。もう戸田で釣りしとけそれで辛抱強さを身につける。なるほどなるほど、大変ですね。本当に3年間は戸田で釣りをし、スワローズにバット振って草が生えてるよ、その草をこう切るぐらいのスイングをブンブンする。そうですね、そしたら4年後夢つかめるっていうところです。いや4年もかからないと思う、これ彼らのセンスを考えると。2年後、うん、楽しみですね、夢広がりますよね。そうそうそう、あのコメント欄にこの選手っていうのを書いてくれたらね、あぜひぜひぜひ、うん、ただ見て、あこれはダメだなと思ったら取り上げないけどそうですね、うん、それはもちろんだけど、まあ各球団ね、ひいきの選手がいると思うから、はい、どん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 、ね、コメント欄に書いておいてくれれば、そうですね、まあ、できるだけこう見てね、はい、評価できるようにしとく。そうですね、あとあの前回の、カープそして1回目の阪神の、選手のピックアップの動画、あの概要欄にあのリンク貼っておきますので、はい、そこからもぜひチェックしてください、はい。